アラサーが映画を中心にあらゆるサブカルコンテンツについて語り合うチャンネル、バズムービー研究所の A です。 B です。よろしくお願いします。それで今回は、はい、サイレントラブ、サイラブ。裏でねガンダムが大盛況なんですけど、はい、僕はそっち見たかったんだけどこっちでもよかったけど俺が何も語れないっていう。何20年くらい前にアニメでやってたガンダムのシリーズの新作の続編なの。だからなんかすごい、だからね、いや見たいんだよ。だからでもすごい、だからリュックのおじさんが多かったの。やめろよ。特典をねもらいまして、はい、あもらったもらった、カレンダーでしたね、ぜひ1年間ご利用くださいとね。長いんだよ。あで俺一個言いたいんですけど、マジでこれ全然関係ないですけど、内容は、はい、劇場のババアがうるせえんだこれ。俺初めてだよ、俺振り返ってうるせえっつったのそんなレベルだったの。エンディングで喋っていいと思うやつ多くない？なんかさ、エンディングやったら終わりと思ってスマホいじって喋ってるやついるけどさ、マジでやめてほしいというかさ、ちょこちょこ喋ってたんだけど、まあ、本編中は我慢してよ、他の人もいるからね、ただエンディングのでもうめっちゃ普通に喋り出したから、うるせえよって言ったのそしたら帰ってったんだけど、喋るなら出て、見るなら喋るな、当たり前です。まずストーリー、僕は1点、僕は6点、はい、見えないからこそ話せないからこそ のラブストーリーだって。片方は見えなくって片方は喋れないわけじゃない。お互いの気持ちをさ伝え合う手段が少ないから結構気持ちがすれ違うこともあるし、でもミカは目が見えないからこそ葵に惹かれていったんだろうなって思うところもあって、結構劇中でも言われてたけどさ、やっぱり身なりがすごい違って、もう本当に住む世界が違うわけじゃない。2人は、1人はなんかもうお嬢様で、もう1人は前科持ちのね、清掃員やってるっていうところで、見えてたら多分興味を持たないと思うのよ、ミカは、はい、でもどういうことも発展していったのって目が見えないからでもあるし、葵くんが喋れないから本当のことを言わないからそのまま進んでいったっていうのもあるし、あとはね、やっぱりミカが見えないからこそ葵のことを見た目で判断せずに内面で選んでくれたんだろうなっていうストーリーだったから、設定的には結構ね、はい、僕は良かったのかなって思ってる。ワンアイディアはいいよね、この目が見えないっていうのと声が出ないっていう、でもだからどっちも意思疎通としてはもう無理ゲーなんだけど、そこをなんとかしていくっていう、そのワンアイディアは良かったのかなっていう。なおかつ2人とも後天的じゃない、目が見えないのも声があれなのも。だからそこで健常者だった時の自分もいるから、そことの比較もあるから余計辛いっていうのもあるしね、だそういったところの対比も含めてそこは良かったのかなと思うんだけど、だからそこをもっと頑張って生かしてほしかったっていうのが正直なところで、そもそもなんだけど俺これ恋愛ものなのかが分かんなくて、なんかいろんな要素入るじゃん、だし恋愛が意外と少ないっていうか、なんかこう葵の片思いを一方で見せられてるような感じだよね、途中まで。で本当に2人で一緒になるって一瞬で、でそこからまた事件が起きちゃってみたいな、離れ離れみたいな、結構恋愛ものとして見に行った人はその山田涼介くんの声も聞こえないのもあるし、その意外と2人が最後の最後ぐらいまでちゃんとイチャつかないっていうか、ラブラブしないから、恋愛ものを見に来た人はちょっと肩透かしというか物足りなさはあるのかなと思ってましたね。住む世界が違うんだよって言ってるやつが一番先般、無能すぎる、ちょっと大仇だよあいつは。あいつが一番の先般なのに、あいつが手紙を持っていって、お前が次会いに来たら俺が許さないかんなっていうのはちょっと違うんじゃねえこれちゃんと伏線があって、一番最初の方でさ、仲介で飯食ってるシーンあるじゃん、あん時にあいつ葵は塩ラーメンのこってりだからみたいな、決まってんだよ、ね、俺分かってんだよって言ってて、あいつってその葵にねちょっと怪我を自分のせいで負わせちゃったみたいな負い目もあるから、ああいう風に葵のことを自分がやってあげるっていう意識が多分強いと思うんだよ。ああ、そうですね、だからラーメンのことをいろいろやってんだけど、それが今回のこの事件の発端になるわけで、ミカも巻き込まれて捕まるわ、手が使い物になるわでその先般が手紙を渡してきて、あんたが葵に会いに来たら俺が許さないからな、どの口が、あいつ自身はそっから出てこないわけだよ、となるとマジでただのクズで終わるわけだよねだからなんだろうね、本当に話としてあいつを出してあいつがクズで終わるっていう話はいいけど、なんかもうちょっと巻き取ってあげないとかわいそうかなっていうのもあるし、そうだね、だからさ、あいついいやつじゃん。いやそうなの、少年が悪いやつじゃないからこそ、そこを描きたいとかなのかなって思うけど、なんかこうしっくりこないというかね、全然合点がいかないよね、なんか、あれのまま終わっちゃったら、あいつすごい物語を動かすためだけに作られてるんじゃないの感が少しあって、もうそういう感じだよね、いいやつなんだろうけどバカっていう
そもそも襲う命令してさ、うん、めっちゃ白昼堂々襲うじゃん、急に出てきて、あの車でね、頭おかしいだろあれ。どう考えても昼やるあんな公の場でやんないよ、うん、ちょっと笑っちゃったよ俺、水曜日のダウンタウンじゃないんだからさ確かに水曜日で見たことあるわ、うん、一番言いたかったのは、うん、なんでこれ1点にしたかの理由として、はい、なんかね俺破綻してんじゃないかなって思ったところが1箇所あって、話が、うん、横断歩道のシーンあるじゃん、予告でも出てた、はい、肩ぶつかっちゃって方向わかんなくなってチリンチリンみたいな、うん、あれ途中で一人称視点の演出が出たんだよね、でブワブワブワみたいな、はい、あの一人称視点は何の一人称視点なんだろうっていうのがあって、うん、前の下りのその目を見えなくなっちゃったの下りの時の一人称視点は彼女の目だったわけじゃん、うん、で血で充血しちゃって見えないってことは、あの流れからすると自然に言えば彼女の視点なわけだよね、うん、いや見えとるやんっていう、あれを正当化、その流れの中で正当化するなら見えてるから、うん、全部の話つながんなくなるし、うん、あれを演出入れてんだったとしたら演出クソだし、うん、勘違い生んじゃってるからね、はい、あそこでもうすでにえってなって、しかもその後にセリフとして前か後にあの事故後より治りつつあるって言ってんだよ、ミカ自身がね、あの良くなってますって先生に言ってるじゃん、 あれはあの強がりだと思う、強がりなのかな、うん、その後さ手のしびれも良くなってきたって言ってるけど、その後ピアノ弾いてて手しびれちゃってるから、じゃああれは強がりだとしてもさ、うん、そのまあ結果回復するわけでさ、うん、その弱視、完全な盲目じゃない、まあ、弱視からの、うん、この回復過程が見えないから、うん、分かんないんだよね、どの程度見えてどの程度見えてないのかが一切描かれないから、だからでしかもその演出が入るじゃん、うん、だからね入っていけないんだよもうその時点でなんかもうついていけないというか、ぐちゃぐちゃすぎてもう破綻してるなって思っちゃったんだよな。ちなみにここに関してはあの僕はあの目をつぶることにしました。やめてくださいやっ、ありがとうございますありがとうございます。でもそこを目をつぶっちゃうと進まないんだよね、うん、俺の中で、うん、俺の中であの止まっちゃってるんだよ、時が、ね、設定というか説明の部分で止まっちゃってるもんね、ここストーリーのもう根幹に関わる部分だから、目見えてるってなると話変わってくるからさ、うん、バーヤとかさお母さんがさいいんだよついてこなくてって言って、いや行かせんだよそんな、もともと盲目でめちゃくちゃ慣れてる子だったらいいけどさ、うん、目見えない娘一人で歩かせて帰らせるってどういう神経してんだとかさ、うん、じゃあ若干見えてんのかとか、なんかそこら辺が全部気になってきちゃって、うん、いや納得いかないなっていうか、もうこの設定崩壊してるからもうちょっと無理だなって思った。僕はあのもう浜辺美波さんの演技の方を信じることにしました。だからこういうのはさ、映画の受け取り方での認識の違いで面白いねのレベルじゃなくて、これは話の根幹の話だから、多分これ受け取り手方の認識の違いが落ちちゃいけない場所だと思うから、うーんダメだなって思うんだよな、話としてダメだな話の辻褄合ってないんだったらもうストーリーって呼べないもんって思っちゃうもんね。葵くんはミカの後をさつけてたりとかしていくようになっていくんだけど、 あのシーンがめちゃくちゃ気持ち悪くって、はい、まあストーカー、ただのストーカーなんですよね一番きついなって思ったのはあの土手のシーンでさ、はい、なんかすごい久石譲のめちゃくちゃ壮大な音楽が鳴りながら、てんで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 ん、引きの絵で後ろからこう、うん、パッパッパッってつけていく瞬間がうわっ、そこら辺がきついし、その後のね、なんか気づかれないようにその歩く先の障害物をさ、こうちょっと取り除いていくシーンはまあまあまあいいなとは思ったんだけど、まずそれで葵くん気持ち悪いなと思ったでしょ。で、あとミカもなんか最初すごい性格悪い風に描かれてるじゃん。まあそうだね、そうだね、お嬢様だからね、うん、私は先生みたいにならないとかさ、同級生に向かってさ、私、本当にそんなこと思ってるのって、私がいなくなったらあなたも首席になる可能性があるからねとか、めっちゃね、別に何も悪いことしてないのになみたいな、なんかあんのかな、なんかいじめられたりとか、あ、そうそうそう、だからなんか後で語られるのかなと思ったら何もないまま終わったからね、うん、ないんだよね。だからこの辺でマジでただの性格悪い女っていう印象なの俺の中、そうそうそう、だから本当に優しくされて好きになってみたいな、なんかなんだこいつみたいな感じで、でだからまあそんな感じで俺最初から入っていくから、ぶっちゃけね全然気持ちは乗ってなかったのよ、まあ、焦りとか、まあ、恐怖とかそういうのがあるから、はい、それが当たっちゃうのはまあわかるんだけど、同級生に対する物言いはマジでひどいからなんかあってほしかった。たまたま会うが多すぎるじゃんこの話だって。そもそもだけど北村に関してはさ、たまたま会った金持ちみたいなやつが北村だったわけだよ、うん、あ最初のね、あるっていうでそっからもうその葵がミカと会うのが3回ぐらいたまたまが重なるから運命を感じてるっていう、まあそれだったらあれなんだけど、でもたまたまが3回重なってさ、もうでそっから追っかけるから、なんかそもそもストーカーをしてたのかなとか若干勘ぐっちゃうし、なんかそこら辺がね、なんかたまたまが多すぎて考えていくと、なんかこう 芋づるなんだよなこれ。
葵くんはさ、最初に会った時に何か鈴を落とすじゃん、ミカが。その鈴をね、何、はい、かしれっと拾ってんのよ。まあそれも気持ち悪いんだけど、そう、それが一番気持ち悪いんだけど、まず、はい、しかも拾った上でさ、腰につけてるじゃん、うん、鳴らして歩いてるじゃん、なんだこいつって思うじゃん。でその部分もあるんだけど、何か分かんない、多分その時点ですでに多少引かれてる部分はあると思うんだよね。車輪眼みたいな状態で、うん、目真っ赤だったけどさ、つくよみ食らったの、うん、あの時点で、うん、あ、もう洗脳されてるかもしれない。あれ惚れんでやばいだろ、うわー、あー、ちょっと好きだな。どういうこと？あそこで好きになるもんちょっと分かんねえな。じゃあなんで惚れたのか分からないということですね。まあ運命、まあいいや、まあいいやって感じです。何個か疑問点があるから、はい、ちょっと解決してもらいたいなっていうのがあるんですけど、開いてたり開かなかったりしてるピアノの鍵は何なんだろう、はい、北村がさバーンってやって開けたからさ、ぶっ壊れたと思ったんだよ。あれは多分壊したと思うけど、でもその後普通になんかやってるから、うん、壊れてなかったんかって思いつつ、でもそれ以前にさ、ミカが普通に入ったりしてるじゃん、一番最初入ってね。でそうそう、でたまたま閉まってる時もあるじゃん、うん、なんだけどその後葵が行けなかった時に普通に中に入ってたりするんだよ、うん、あなたが開けてねって言ったのに、別に行かない日でも開いてる日あるって、なんか嫌じゃない？開いてる時の方が多いんだよきっと。だからミカも最初あの普通に開けて入ってたりとかしてて、開いてない時の方がちょっと困惑してたじゃん、あ開いてないって。でだからその開いてなかったとしてもあなたが開けておいてねっていう意味かなって思う。でも葵がたまたま行かなかった日は開いてる、ね、そう、その時はあの北村が壊してる。いやそれダメだよあそこから壊れたままになってるのよくないよ。でしかもそのぶっ壊れてるカニはよそとして拍手してさ、金払うから引いてくれとかわけわかんないこと言い出してどっちも不審者だ、両方不審者だから、両方やばい、両方やばい。あと、うん、もう最大に言いたいのは、はい、結局スマホ使うなら使ったらええやん最初から。あのミカと話すときワンタッチもうなってないじゃん、話がちぐはぐなんだって。そのアナログあったじゃん、うん、でアナログは携帯持ってない設定を自然に絡めたじゃない、はい、それが後々の伏線とか重要な要素になってたじゃん、うん、ちゃんと、うん、なのに今回はスマホ持ってるやん、持ってるね、まず、まず持ってる、音声アプリみたいなの入ってるしね、そうね、入ってるじゃん、うん、もうあるし、だったらそれなんか、はいならワンタッチ、家なら2回とかっていう時に別に使えばいいし、なんなら俺は別にその格差っていうものを余計表したいなら、まあこれアナログと被るからかもしれないけど、別にスマホ持ってなくたってよかったじゃんそもそもね。だから何がしたいのかなっていう、そのスマホ持っちゃって音声のあれでやり取りしてるくだりの時に、え何ってなっちゃったんだよな、すごい、うん、乗り切れないねっていう。スマホに関してはね、多分北村とのコミュニケーションをちゃんとやりながら、ミカとのコミュニケーションを取らないっていうのをどうやろうっていう考えの末に生まれた中途半端だと思うよ。一番最初に目の見えない人と声の出せない人の話っていうのだけ作っといて、設定をね、うん、あの変えないように作った脚本っていう感じだと。だってさ、そもそもあれ、あのやり方あんだったら一番最初の時点でさ、なんか慌てて文字打ったりして声かけると思うしなと思うけどね、うん、だからそれしない、あスマホ持ってなかったんだ、いや持っとんのかいみたいな楽しみなんですけども、うん、キスするじゃん、すんなよって僕は思った派なんだけど、せめてハグくらいを挟んでほしかった俺は。だってさ、もう見えてきてはいるけども完全に回復してない状態じゃん。だとしたらさ、相手との距離感ってちょっと測りかねてるはずじゃない。あれ完全に回復してないんだって。してないはず、一人で歩けるようになったんだねくらいしかないの、北村が言ってた、うん、だから完璧に見えてはいないと思うんだよ。ちょっとあの歩き方はまあ割と普通めだったけど、視線の先がちょっと怪しかったから、後ろに隠れてるとかもよく見えてなかったっぽいし、キスは一個、まああそこでしなかったら引っかかるのは北村としちゃってるっていうのはあるんだよね。ああね、無理やりではないよね。だから上書きはしないといけないっていうのはどっかにあったよなって思う。だったらさ、あの雨降ってたしさ、泥水でさ口すすげばよかったんだって。だそしたらあのお前のキスは泥水以下だっていうさ意表示にもなるしさ、北村にぶん殴られる店のおばさん出てきてやった映像、はい、僕は3点。あ、僕5点です。目が悪くなるところが CG 臭い、わかる、シミュレーション映像みたいな、交通系のさ、なんか、うん、再現 V あるじゃん、あんな感じ。あ、ほんとほんと。しかもあれもさ雑だよね、本当にこういうことがありましたを見せただけで、はい、しかもさ、あの映像とはちょっと離れるかもしれない、その目のところで CG 臭いバーってのがあって、はい、あ赤くなってる、で冒頭との画展がいくわけじゃん、あ目が赤かったのはここだなってなるんだけどさ、え、ってことはさ結構事故ってからすぐにあんなアクティブに動いてたのか、あれ多分そうだと思う、マジみたいな。だからね、そう考えると元気すぎる気がするんで、そうそうそう、いや目見えない死んでやるバーみたいなさ、うん、そういうある意味元気
がすごいなって思ったから、うん、まあ、つながってるけどつながってないみたいなね。目が見えなくなった理由もさ、あそこでさ、いっぺんに全部説明しちゃうのもなんかさ、もうちょっと小出しにしてさ、ちょっとずつね、ストーリーの流れを切らないようにやった方が良かったんじゃないかな。ちょっと一応良かったなっていうところを話そうかな、はい、風景が綺麗だったね、うん、以上です。いや、それはそうだとは思うけど、うん、あとはね、一応ね、その風景の画角は綺麗だったの。風景撮ってる時の絵の切り取り方がめっちゃ綺麗なの。山の時とかもバランスのいい撮り方がされてたりとか、あとまあラストシーンも映像はすごい綺麗なんですよ。後ろのさ、陽光がバックになってて、ああなってたね、そう、はい、あのシーンとかめちゃくちゃ綺麗なんです。夏に公開した方が良かったよね。そうだね、夏だったもんね、舞台が。季節感が全然合ってないから、そこもあったんだろうなと思って。最後の2人のドアップはやっぱ絵が持つね、あれはね良かったね。あの2人はやっぱビジュアルいいじゃん、だから絵は持つなと思って、あそこは見てられるなと思って。役所広司バリのもうドアップだったね。役所広司はあれの5倍、5、6倍流れてたから。雨のシーンあったじゃん、どこキスしちゃったの見て飛び出してって、はい、道路の真ん中でね、まあ、危ないよっていうところなんですけど、危ないです、真ん中でわーってなるところで、右端左端ぐらい、はい、水固まりすぎてシャワーってバレるからやめた方がいいな。あ、確かにね、固まってる部分あったね。そう、なんかシャワーだ あったけど、あの普通気づかないから。確かにね、あのよく見てると通過所だけちょっと水が多い場所があるんだよ。降ってる水が多い場所、普通に映画を楽しんでる人は気づかないところだと思うんで、見てらんねえなと思ったシーンが1個あって、最初の方でさ、その北村の高級車を見つけるちょっと前くらいにさ、歩いてるシーン撮ってるじゃん、はい、あのシーンさ、手ぶれがひどすぎてさ、なんかガタ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 してんのよ。素人が撮ったんかくらいの映像でさ、あれさ、ハンディカムで撮ってんじゃねえの。映画館で映していい映像ではなかった。ホームビデオレベル、気をつけてください、注意、車用意するよ。キャスト、はい、7点、僕は7点。浜辺美波やっぱいいよねっていうところではあるんですけれども、はい、目が見えない役じゃない、これすごく難しくってさ、はい、例えばだけど、うん、目の前に何かがあったらどうしても見ちゃうじゃん。足元になんかあるとかさ、横何かがね、横切るとかさ、うん、なんか見ちゃうんだけど、それを見ないようにされてるのが非常にねすごいなって思ってて、だから例えばなんだけどさ、最初の方で急行車のピアノ弾いてる時にさ、帰る時に椅子につまずいちゃうシーンとかあるじゃん、うん、あの辺も本当本当に一瞬も見ないでぶつかっていったから怖いのよ、やろうとすると。実際人間の反射的なところもあると思うんだけどさ、見ちゃうものだと思う。でも、うん、そういうところも、まあ、しっかり見ないでやってたし、人の顔を見るとか話してる人の方向を向くっていうのは何個かあったけど、あれも音が聞こえてからそっちの方向を見てる、向いてるっていうやつだったから、そのあたりをねしっかりとやっててすごいな。ハウイさんの演技には文句なかったんだけど、結局やっぱ引っかかってるのがさっきの脚本の部分が引っかかってて弱視の過程がわからないから、うん、この人はどこまで目が見えてるんだろうがまず入ってきてないんだよね、うん、だから浜辺美波の演技もそれにこうして定まらないように見えたのよ、うん、結局は一辺倒に目が見えてないって感じなのか、ちょっとずつ見えてるようなのかがつかめないまま終わっちゃったから、だからその目がどう見えていくのかの過程を知らないから、その本人の演技で測るのはちょっと難しいから、ここはちょっとねどっちとも言えないんだよね。まあそういう中で浜辺さんの演技というところをまあ一括りにして言うと、教科書みたいだなと思うのよ。良くも悪くもないって感じ。それはゴジラマイナスワンの時から感じてて、うん、その別に下手じゃないんだよ、うん、全然下手じゃないんだけど、心はつかまれないっていうか、うん、例えばあの目の見えない演技を杉咲花とか安藤サクラがやったらって考えると、うん、やっぱそっちの方が見たいなってなるのよね。だから対等で語れるところで言うと、俺は橋本環奈の方が見たいし、はい、それならとか、歌うまカラオケみたいなんだよね演技が。うまいんだけど、うん、心をつかまない、うまいだけっていう感じなのかなって俺はすごい思ってて、だからこそどんな役でもやれるのかなと思いつつも、でもなんかこうまだドンピシャの役に合ってないのかなとも思いつつも、あの取り乱してるシーンさ、杉咲花で見たいね。そうでしょ、やっぱだから仮に別な人だとと仮定してしまうと、うん、正直ねやっぱ物足りない。正直僕が一番評価したのは山田涼介くんなんですよ、はいはい、これは山田涼介くんはいい演技してたなって、うん、これは心をぐっとつかまれるというか、作品に恵まれない俳優さんなんだよね、うん、基本的に大怪獣の後始末、はい、
剥がれん。それを加味すると山田さん自体の演技は悪くないのに評価されてないのはもったいないなっていうか、うん、やっぱ作品に恵まれてないなって感じはずっとあって、はい、だって今回だってずっと目が座ってるし、なんか何か抱えてる感じがずっとあるんだよ。ちゃんと顔が邪魔なぐらいいい演技してるんだよね顔が綺麗すぎるぐらい、むしろね、はいはい、かっこよすぎるじゃない。ちょっといい、ね、かっこいい。だって目が見えました、イケメンでした、いやすごい良すぎんだよねやっぱり。だからやっぱそこら辺はあるけども、それでも山田涼介として最大限に演技してたなっていうのは伝わってきたし、うん、で今回難しいのは無口の役だから、ね、喋らないからね、なのに感情は伝わってくるから、うん、それはすごいなっていう。だから浜辺さんのさっき言ったその見えない演技っていうのもあれだけど、言わない演技っていうところで、はい、まあ、お互いこうすごいなっていうのはあったね、うん、なんか感情の部分でさ、声にさ気持ち乗せるのが一番楽じゃん。怒ってる、ね、笑うとかさ泣くとかもそうだけどさ、うん、それが使えないってことはもう表情と仕草だけでしか表現、うんっていうのができないから、今何を思ってるのか、どういう感じなのかっていうのが伝わってくるのは本当にすごいと思うから。無口の清掃員ってさ、うん、もう直近でもう完全にパーフェクトデイズなわけですでそこと被るわけだから、うん、どうしても予告見た時になんか役所工事がちらつくじゃん、はいはいはい、っていう中で役所工事と比較するとってなんか内心どっかに思ってた部分はあるけど、でも役所さんとはまた別ベクトルの若いなりにのこの恋愛ものに落とし込んだちゃんと無口の清掃員の演技になってたから、うん、役所がいながらもここまで見せれるっていうのは素晴らしいと思いましたね、はい、僕山田くんのねすげえなと思ったのがさ、ちょっとずつさ、うん、すごい光が灯ってくじゃん、うん、ミカと過ごすうちにさ、経過で見れてたからさ、ミカの夢を叶えてあげることが、まあ、主人公葵にとっての夢になってったんだなっていう過程を俺は感じられたから、すごいねもう良かった山田くん、良かった。古田新太さん自体が下手ってわけじゃないけど、やっぱセリフとのちぐはぐ感がすごいあって、うん、演技と合わないんだよね。アクティブじゃないタイプの人だったのに、なんか急にこの葵を支えるみたいな立場になってったのが、全然過程が描かれないから、チラッと見てるぐらいのシーンが挟まるだけで、その格差は夢を見てなんちゃらかんちゃらみたいな発言もそうだし、バイクから逃していけーとかいうのも腑に落ちないんだよね。演技自体は悪くないから、これは制作側が軸なしでやった結果なのかなとは思ったりはして。あの人に関してはさ、最初のこれ音楽何年だけどとかさ、あれキー切っといてくれよとかさ、あのあたりがめちゃくちゃ自然だったじゃん一番。そうそう、あの辺が多分一番近いんだろうね古田さん。例えばね、あの冒頭の役を引っ張って引っ張ってさ、うん、友達自体は知らねえけどあっちにいるんじゃねえとかさ、ずっと冷たいことを吐いてきたやつが、うん、最後なんかちょろっといいことしてっていうぐらいだったら、うん、グッとくるんだけど、急にさ、あいつはお楽しみ中だよとか夢は叶わないんだよとか、なんか急にロマンチックなセリフ入ってもなんか、うん、えってなったね。じゃあ次、演出は3点、僕は4点。被災市場の音楽とミセスの音楽でもどうにもならんかったっていう、あのむしろ逆効果だった。音楽いいから余計もったいないなっていうのはあって、被災市さんの感じもミセスの感じもそれぞれ曲に出てたんだよ、はい、すげえ良かったのに、うん、音楽とかさエンディングとかが良ければさ、なんとなくいい雰囲気で終われると、俺は信じていたんだけど、ダメだっていうことが分かってしまった。そう、どんなにひどくてもなんとかなるだろうって思ってたんだけど、うん、全然ダメ絵がひどいわけじゃない、なんかね絵もねなんかすごいつまらないチンプな絵に見えてきちゃったりとかもして、うん、あ、まあ、その後ろで展開されてるストーリーもなんかよくわかんないものがちょっと多いからさ、だからね、うん、なんか音楽がすごいかゆえに他が霞んで見えてきちゃったりとかっていう部分があったから、うん、被災市場の無駄遣いというか、葵のストーキングシーンで被災市流れるのいやピアノを弾いてるシーンとか結構あったんだけど、あのシーンだけはもう音楽を純粋に弾けるから、あの俺むしろ北村がさ、その音楽っていうかピアノを最初に弾いてるシーンで俺ちょっと感動しちゃってさ、めちゃくちゃうまいのよあれ。サントラがあるじゃん被災市場さん、はい、ちょろっとエンディングローに載ってたんだけど買おうかなって思う。あ、ダメだ、映画の内容思い出すからダメだ。過去編の山田くん声を失うところがあるじゃないですか、ね、バッて、まあ、あれ結構うってなみんななってたけど、意外と痛いシーンが謎に多いんだけどさ、うん、声を失っちゃうっていうくだりのために入れてるの分かんないけどさ、うん、もう喉持ってってない、あれはね多分なんですけど死ぬと思うんだよね、あれそもそもね。そうそうそう、そもそも死ぬんだけど、うん、普通に立ってさぶっ刺して、はい、あ、しかもあいつ死ぬんかよ。そうなんだよ、人工補正だし動けるのもすごいし、で喉に包丁合わせに行く感じがもう声失いに行ってるみたいな。まあこれはいろんなドラマにも言えるけど、犯人の方を押し倒すじゃん、うん、あと仲間の方を移動させるじゃんとか、うん、いろいろやり方なのに喉差し出しに行っとるよ。俺は喉ダメになるために出てきたんですぐさみたいな
喉を失いバックトゥーザフューチャー。やだなそれ、むしろ改変したい。失うんだー失った瞬間にデーレレレあんなに障害者に配慮がかけまくってる人ばっかいることあるかなって。誰も避けるよ、避ける気なかった、避けるよね普通、棒持ってるしさ、うん、だからそこもやっぱ台本ありきな感じ、ぶつかるに言ってるよ、ぶつかりおじさん、 俺はここで邪魔をする役目なんだって感じが。だまあそのつながりで言うとさ、その2人でさ手つないで歩いてきてさ、うん、犬と出くわすとこあるじゃん、飼い主さんと一切話すシーン挟まずさ、うん、犬触ってんのもちょっと怖いし、でそこでまた被災市場でレン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 とか流れて、はい、いやいやいやどういうやり取りをしてたんだろうねあれは、どういう演出なのこれ。しかもあれさ当然だけどさ、葵は喋れないじゃん、そうそうそう、ミカは見えないじゃん、そうそうそう、どうやって犬がいることを伝えた上で触っていい了承を飼い主に取ったんだろうな飼い主もさなんか、うん、数秒ぐらい黙ってんだけどさ、うん、なんか言えよ、どかないことに関してもそうだし、うん、触っていいかみたいなのもそうだし、ちょっと悲しいのはね、東京割とあんな感じで、あそこまでひどくはないけど、あのねスマホいじりながら歩いてるやつがめっちゃ多いの、クソ野郎だ。そういうやつは前から人が来てても気づかないから、グラセフみたいにぶん殴ってもいいんだ、あの銃でぶっから下打ちするまでは OK。 感情、はい、僕は0点、はい、僕は2点、面白くないです。まあね、シンプルにね。シンプルに言うとね、そのもうこれはもう感情だから、まあ、悪役たちが全然報いを受けないっていうのもずっと引っかかってて。カジノ集団がさ、はい、まあ、逃げてったっていうのはあるけどさ、うん、もう何にもね、その後ないんだよね。そもそも裏カジノだからあれ。そう、だからシンプルにあいつらは犯罪者なんだよ。急に起き上がるのもね、またこれも台本臭いんでね。うん、全員自分の足で逃げてったからね。アクアタイムズの虹みたいになってたから、その次の瞬間に警察が来て、もう入れ替わりやん。シフトせいか。ね、北村の手をさダメにした、メンディの悪意だけ分裂したみたいな、メンディ純粋役、そう、あのあいつだけはせめてなんか報いを受けてほしいのよ。あの古田新太さんの話もそうだけどさ、うん、なんかいいやつがその後いいことになったかも分かんないし、悪いやつが報いを受けた描写もないからスッキリしないんだよな、うん、多分な、それぞれ。あの盗撮教師はどうでもいいのよ。いやだからあんなのはどうでもいいよ、うん、それはあのメンディどうにかしろ。逆に古田新太が救われたの方が欲しいよとかね、うんうん、メンディがあのボコボコになってるとかが欲しいよみたいなさ、うん、つまらないとかじゃない、興味がない。面白いつまらないは興味があった上での話だ、はい、もう興味がない。嫌いよりもひどいやつだよね。見終わった後にさ、あの花って面白かったんだなって。いや、あの花面白かった。あのちゃんとストーリーがある、設定がそう一応、まあ、ちょっとねあやふやの部分はあるけれども一貫してはいたから、そう、潔いのは、まあ、捨てる設定は捨ててて、うん、見せたいストーリーは見せてるから、そこら辺で賛否両論分かれる。でも今回は何がしたいのみたいな感じだったから、うん、もううちの劇場はね泣いてる人いたよ。あれで泣けんだ、まあ、感受性が豊かなんだろうな。何に感受したの、報われなかった被災市場さんの気持ちか。それ考えたら俺泣きそうになってきた。格差ってものを扱いたいんだろうなっていうのは分かるんだよ、なんとなくね、うん、格差の扱いの薄さ、はい、っていうか表現の狭さみたいなのがすごいなと思って、うん、パラサイトとかさ、はい、今プラダを着た悪魔とかに比べてこう表面的すぎるんだよね、格差の扱い方が、うん、言ったらメタファーがなくて、まあ、説明口調なのに効果だからね、うん、時代遅れの格差の問いかけ方っていうか、昔の映画にすらもう見劣り、後に見劣りしちゃってるから、これを今やる意味がなあるのかなみたいなのが全然意味合いが感じられなくて、うん、しかもその底辺は肉体労働だみたいな感じじゃん。そうだね。っていう見せ方は逆にこの制作側の偏見入ってるし、だから特にね直近でパーフェクトデイズも見てるから、はいはい、ああいう幸せもありだなみたいな価値観の方が俺は今の令和的な考え方に近いと思う、うん、だからこれをまあ構造上ね別にそこがメインじゃないからそれをはめ込むっていうのは一個あるのかもしれないけど、それにしたってそんなに格差言うんだったら、あなたたちの考えてる格差ってものはもうだいぶ乖離してるよ現実とっていうのはめちゃくちゃ思ったし、うん、あと今思い出したけど、うん、匂いをやってたじゃん、いい匂いしてた、ね、あれもパラサイトでやってるから今更パラサイトの介護官をやられてもしょうがないって言ってる、その映画としてだいぶ稚拙じゃないかなっていう、そんなオマージュはしてほしくないけど、あとあれなんだよ、あの匂い言い出したのも急なんだよ、だからもうパラサイトやりたかったのかなっていう、すごいもうそれが目に見えちゃってね、うん、今回のテーマもう一個あるとしたら自業自得ってところなのかなとは思ったりはしてんの、うん、まあ、主人公
の葵はもちろんああいう半グレ的なね、まあ、ヤンキーじゃないけど、はい、ああいうのをしてたからああいう目に遭ってしまったし、うん、ミカはもちろん事故なんだけどもああいう嫌な性格だったから、はい、まあ天罰が下ったとも捉えられるじゃない、うん、で北村に関してはボコボコにされたのは当たり前じゃない、うん、だって借金してんだあれは相手が悪いっていう、なんとなくこの3人の自業自得っていう統一感ふわっとは感じるんだけど、やっぱ中途半端なんだよねここもね、うん、自業自得だとしたらもう徹底的に自業自得で落とさないとかわいそうっていう気持ちとか、うん、こう心揺さぶれもないし、逆にいいやつだっていうのが不条理なことに合うだったら怒りが湧いてくるし、うん、なんだけど中途半端に嫌なやつで中途半端に、まあ、それ相応のことが起きるから、まあ、それはそうだろうで終わるんだよ、うん、だから完全にかわいそうでも完全になんか自業自得でもないから、うん、分相応みたいなそこら辺もね、なんかこう心揺さぶられないというか、まあ、それはそうだろうなみたいな、うん、今回のメインテーマは分相応なの。だとしたらあのメンディー報いを受けてないの一番良くない。メンディーはだから死にました。あ、なるほどね。移されもせず死んでんのか。そうそうそう、一番勝ちなし。いや、かわいそう。じゃあ総合得点お願いします。はい、総合得点が、はい、38点。過去最低ですね。うわー低いな。下作見れなくはない。ああいちょうどだ、まあ、まあまあまあいいとこじゃないですか。そうっすね、あの僕が見れて君が見れないだからちょうどいいです、ね。まあ、だから、まあ、少なくともこれで楽しめる人はまあまあまあいるはいるだろうし、うん、あの悪いところだけってわけでもないから、うん、まあこんなところじゃないですか。まあね、でもね俺ね分かってたんだ実は、はい、あの開始1分ぐらいでもう察してたのはあって、はい、なんでかっていうと配給会社ギャガ、ギャガパーって光って、ああギャガだ、うん、ああなんかいつも最近見るなって思って、次の瞬間フジテレビ、やめろおい、フジテレビが出た瞬間に皆さん諦めてください。俺映画はやっぱ制作委員会方式とかテレビ出資は本当にやりたいことは無理だなって改めて思った。なんか監督のせいとかも分かんないけど、どこまでテレビの意向が入ってんだろうってのも若干気になるし、まあね、もうビジネス展開ありきじゃんああいうのって、うん、売れればいろんなグッズが売れてみたいな、そういうの見越してやるからさ、変な要素入れるわけじゃん結局は、うん、売れる要素だから、そこら辺でねちょっとね作家性というものにビジネスを持ち込むとろくなことにはならないから、フジテレビは、まあフジテレビはっていうか、まあ基本的にはだってゴジラマイナスワンは制作委員会方式取ってない、うん、あそうなんだよね、取ってない、東宝が全部そう持ちでやってるから、だからあそこまで行ってるじゃない、うん、アカデミー賞までもう結果が出てるじゃん、アカデミー賞行っちゃってるんだから、だからもう制作委員会方式テレビ出資方式はもう終わりだよ、終わらせた方がいい、うん、映画のためにでも、もっと本当にいいものが作られるし、ただまあねもちろん分かるよ、言ってることは分かるのは、その大衆受けってところを目指した時にはやっぱこういうので CM バンバン打ってさ、うん、グッズ展開バンバンしてっていうのはまあ気持ちは分かるけどね、とうとう本当に大きい資本を動かさないとさ、本当に東宝がさ看板ですって言って押し出すから今回あんだけできたわけだよね自分らのところで、うん、もうこれは売れるぞってものがないとねなかなかできないっていうのはあるから、そういった意味では制作委員会とかテレビ出資っていうのはありがたい部分はあるんだけど、ただあとはもう本気でやりたいのはネットフリだね、サブスクとか、そう、あそこは自由にできるからね、で予算もバーンって降りるわけだから、まあ定額ではあるけど、そこら辺かな、本当に作品作りたい人はそっちに移ってくのかなと思うし、もういわゆるもう大衆受け娯楽だけの映画みたいなのはもういよいよきついね。まあただねこう言ってる人がいますけれども、あの今回の映画を見ようって言ったのはこいつなんで、そうです、僕はあのめちゃくちゃ反対したんですよ、2週間くらい俺ごねてて蓋を開けてみたらこいつの方があのボロクソに言ってるっていう、ちょっと俺ねまだ納得いってないんだよな、ま、やっぱり今回もダメだったよいや本当にそうなんだけどさ俺はあの可能性の獣だから、本当に俺は信じたいんだよ、人の未来を、希望を捨てたくないんだよ。じゃ あのお前のそのそれでもは紫色だよ音楽めっちゃいいんだよな、最終章だからさすが、なんかパーフェクトデイズなんだよ、無口の清掃員でしょ、俺の中では予告がピークだったの、それはわかる、あーここね、うん、ここちょっと俺、うん、怒ってますよ、この瞬間いい、うん、ここ嫌い、この瞬間クズやろ、ゴミクズ、あのさん最後どうなったんだろうね、あ出た出た、先般先般、予告の方が良かったな、予告はね8億点、うん